壁ちゃんでございます。本日はねチェーン店なんですけども、結構有名なコスパがよく飲めるお店に来てます。じゃあ早速紹介しましょうか。はい、こちらでございます。ホテイちゃんでございます。はい、まあ、ホテイちゃんは都内でもね結構何店舗かあるんですけども、今回は中野店に来てますね。こちらのホテイちゃんね、立ち飲みと座りのテーブル席があるんだけど、立ち飲みのカウンター席だと赤星の大瓶が410円で飲めたりするんだ。めちゃくちゃコスパ良くて、さらにその立ち飲みカウンター席だとお会計が 10% オフだったり、めちゃくちゃコスパ良く飲める居酒屋さんになってます。ということで、じゃあ早速行きますか。行きましょう。よっしゃ、行きましょう。はい、ということで来ました、ホテイちゃんでございます。やりましたね。ラガー、この赤星410円で飲めるって、安い、めちゃくちゃ安い。これがもうホテイちゃんの一番いいところですから。どうもどうも、あーどうもどうも、どうもすいません、ありがとうございます。どうもどうもどうも、あーすいません、あーどうもどうもどうも、あーすいません、どうもどうもどうも、ほんなら、はい、どうも、はい、乾杯。イエス。いいですね、良いよ、立ちがまたいいですね。メニュー紹介しますか。しましょう、ね、じゃあこちらになってます、はい、おつまみメニューこんな感じになってます。まあ比較的にね安いんですよ。でこちらがお酒メニューになってます。はい、こちらが鉄板ニンニクバター炒めです。期間限定でこちら100円になってます。はい、こちらが自慢の牛煮込みでございます。380円。このニンニク食べる。じゃあニンニクいきましょう、ね、じゃあいただきます。ホクホク、めちゃくちゃホクホクだね。ジャガーがいいですね。またジャガイモみたい。ジャガイモみたい。これはつまみだわ。お疲れ様。どうも。お疲れ様。お疲れ様。煮込み食べます？本当。自慢の煮込みだそうですよ。いっぱい入ってません？いろんな種類入ってる。いただきます。あ、おいしい。うまい。めっちゃうまいよ。トロトロでとろけますね。うん、肉がめちゃくちゃ柔らかい、うん、シンプルな、うん、王道な味付けだね。そうそう、ちょうどいい。こんなビールやん。ホテイちゃんっていう名前がいいよ。確かに。ベイビー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 。それ味も安かったね。全国のホテイちゃんに来た人言ってるだろ。何回もやってる、うん、やり尽くそう。こすりまくられた。ほんとそうよ。店員さんが一番またかってなってんだから。ケープソーにそうなっちゃう。ヒムロの方、そう、ヒムロの方ですらもう一周回りすぎてんの。そう、面白いね。ともちゃん出したね。ともちゃんって言わないでしょ。あんまり。え、何が？いやいや、固定でしょ。ああ。え、わかりますか？ともちゃん。いや、いないよ、そんなやつ。固定のこと、ともちゃんって言う人いますよ。ともちゃん、きょうちゃんでやってなかった。やってるか。ちょっと瓶追加しますか。しましょう。よいしょ。二本目。ありがとうございます。赤星、二本目ございます。ああ、すいません。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 やめよう。やめよう。やめましょうか、これ。寝ようぜ。すいません。やるんだよ。すいません。すいません。でもやっぱ継がれ継ぎつつは、そう、やっぱ文化だから。これが文化。うん、でもいい文化じゃない、やっぱ。俺は気がする。え、これいいよ。気の知れた、こういう場なら、うんうんうん、接待とかってことか、うん、その場は俺もちょっと面倒くさい。ただ気使ってくれたら、あ、お前なんかすごい気いいなみたいな、そういうのあるから。そう、ね、先輩に気入れたかったらやっぱ酒の場でどれだけもう行くかよ。ごまをね、大釣り食ってすり切れるまで。そう、下から行く。そう、渡辺俊介のサブマリントップぐらいの下だ。俺野球知らないんだよ。1年の頃で指こうやって。
上から投げろみたいな。それが特徴なんだ。武器でもある。でもこう全ての体重をこう、うん、打っていった方がやっぱ速い球流れるじゃない。試してますから。バッター試してますけど。本当？バット下から振るやついないだろ。それと一緒。一緒じゃない。一緒。知らなすぎる野球を。じゃあちょっとおつまみもね、追加しました。こちらでございます。イカゲソ揚げでございます。260円。こちらが鉄板豚玉焼きでございます。330円。じゃあこの豚玉ですよ。やばうまそう。やばうまそうだな、これ。やばうまそう。いただきます。うん、まっ、うん、まっ。ソースとマヨネーズと、うん、ブロックっぽい、うん、豚肉だね。そうですね。鰹節も振ってあるし、青のりもあるから、もうお好み焼きの中身みたいな。すみません。すみません。すみません。いやもうね、文化だから。そう。ジャパニーズ、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 ジャパニーズ。これジャパニーズ。ジャパニーズ。これがジャパニーズ。ゲソちゃん。でかいですね。ね。おはよう。大きい。ゲソいただきます。うまい。うまい。めちゃくちゃ揚げたての。うん、バリバリタイプの感じだね。そうね。またマヨネーズの味がこってりしてうまいわ。そうね。たぶん気になってたんだけどさ、はい、ちょっと手にしてどうしたんこれ。年末サスケ出た。サスケ出ないでしょ。99番でめっちゃすごい人じゃん。マジ俺99番で出れんの。99番でさっ高見出てきたんで死ぬほど笑うて。3本目でやっぱ多分ね、これが一番コスパいいよ、うん、タチだったら。そう、これが頼むべき ね。うまい。あー、ずっとうまい。ずっとうまい。ずっとうまいわ。ということで、じゃあおつまみもね、追加しました。こちらでございます。はい、ということでこちらが牛バラすき鍋でございます。390円。すき焼きですよ、多分。かつすき焼きが食べれるとは、ね、いただきます。すき焼きだ。めちゃくちゃすき焼きだね。牛肉なんてさ、牛丼でしか食わないから。そうそうそう、わかる。本当にそう。もうめっちゃうまい、ね、この甘いタレでね。そう、甘じょっぱいタレね。最高じゃないですか。ありがとうございます。うん、でもやっぱ一人で来る人とかも多いね。本当。いや俺だって絶対に来るもん。うん、ホテイちゃん一人で。まさにセンベロの店ですね。そうだね。うん、もう頑張れるところまで頑張りますプライスらしいですよ。ホテイちゃんって憩いの場合。はい、ということで、もう最後ですか。寂しいですけどもね、あっという間。あっという間ですね。じゃあ最後乾杯して終わりますか。いいですね。家庭の立ち飲みはいいですね。ということで、じゃあお会計のをしました。はい、会計、まあやっぱ立ち飲み価格でやっぱちょっと安くなってます。こちらでございます。2690円。安すぎ。安いな。うわー、すごいな。ということで、まあホテイちゃん、はい、まあ、今回は中野店ですけども、都内でもまあ何店舗かあるのでね、ぜひ皆さんもねホテイちゃん来てみてください、ね、ということで、ごちそうさまでした。はい、この動画は最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価に要注意します。